よし、こんばんはです。皆さん、こんばんはです。TBTV ですね。こんばんはです。こんばんは、こんばんは。YouTube ライブの皆さんもこんばんはです。こんばんはです。ナナハスハヨ、ナナハスハヨ、チャコンサイコース、ジョージおめでとう。ジョージ、頑張りましたね。なかなかやりますね。おいっす。おいっす。アス TV 投げないの。投げません。投げません。僕が藍園よりカウントアップが上だったら藍園国悪いでしょ。だから出ません。グッドイブニング。イブニングです。こんばんはです。この前のパーフェクト西谷ジョージかっこよかった。かっこよかったですね。大穴だったのに。それはない。それはない。それはないね。はい。王鵬に勝ったら悪いでしょ。はい、こんばんはです。こんばんは。こんばんはです。さあ、今日はですね、なんとビッグニュースというか、ねえ、なんか言っていいの？あ、なんかダーツの旅の阿部くん、阿部くんがなんか福岡にいるらしいので、なんか歩いてきてるらしいんですけど、間に合ったら出します。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。1年ぶりに放送見てるんで寂しいですね。1年間の間に随分成長した僕のトークをぜひぜひ聞いてください。阿部ちゃん間に合った。間に合うんすかね。福永じゃ役不足んご。あ、そうなんですね。ポスター何？ポスターは、新しいポスターなんかあった？阿部ちゃん間に合ってない。阿部ちゃん間に合ってないっすよ。阿部ちゃん、はい、阿部間に合ってないっす。はい。オクタゴンはよ。ザード流れちゃう。いつかフッサに来てください。フッサ行きたいっすね。フッサ。はい。何が名物か知りませんけど。I buy チャコン in Tito。チャコンを Tito で買った。全く成長しないだと。ふっさふっさ。阿部ちゃん頑張って間に合って。阿部ちゃん間に合うんですかね。こんばんは。こんばんは。え、700円も広告。あ、どうもありがとうございます。それは阿部ちゃんに渡しておきますね。福永は阿部嫌いなん。いやいや、別にその阿部ちゃんのこと何とも思ってません。嫌いでもないし好きでもないし、はい、阿部ちゃんのことも全然分かってないです、はい、TV 阿部ちゃんと喧嘩しちゃダメよ。喧嘩しないですよ別に、はい。右肩に西哲平。あ、キモ。キモいっすね。キモいっすね。1000以上買うと送料無料だと。そうなんですよ。こんばんはですね。ということで、それでは西谷ジョージの行きますか。西谷ジョージの初優勝動画どうぞご覧ください。で、はい、あ、なんていう番組ですか。妻には署内でっていうバラエティ番組を出演しまして。妻には内緒で。妻には署内で。あ、署内でね。わかりました。はい、妻には署内で。CS の日テレ、はい、日テレの CS 放送で、10時ぐらいから確か。西谷ジョージはね、この日はパーフェクトダーツも出してますもんね。16日10時から。はい。妻には内緒でじゃなくて署内で。ティトショップが渋谷店が経営難とのことで買い物に行きました。ありがとうございます。本当に経営難なのでぜひぜひたくさん渋谷で買ってください。1000円で送料無料で太っ腹すぎ。ありがとうございます。今日の帽子かわいいな。ありがとうございます。明日阿部ちゃん出してあげて。明日は阿部ちゃんはどうなんでしょう。うまい。鈴木選手が今度は01と01が先行となります。そして11で3セット目までに行ったときにクリケットで、コークは一番最後ですね。これが11で11になった場合に。最近のパーフェクトの動画 TV の声が入ってなくて寂しい。あ、そうなんですね。この決勝となって入ってないの。西谷選手ビッグチャンス来ましたね。ここは西谷選手60得意なので思い切って攻めたいと思いますね。
そうですね、鈴木くんも相当悔しかったみたいだったんだね。これをバネに頑張ってほしいですね。さあ先行のゲームなのでここはキープしてほしいですね。20前ですね。かなり点数を加点するダーツをしてましたね、クリケットの時は。いい時と悪い時の差がある、はい、その加点の20が効果的に決まってたんでね、良かったですよね。あ、今サウンド本当に綺麗なの。こうフォロースルーはあんまりこう固めないんですよね。もう少しフォロースルーをきちんと決めた方がまだ安定してくると思いますけどね、西谷選手は。円を描くように一つのルーティンになってるんでしょうけど、福永プッシュにしたり加点大好きにしたり、ほんと加点好きですよね、この男。さあ削り、思い切って削りたいですね。最初の入り大事です。60うまいですよね。ここさらにスタート、しっかりと削りたい。決める、うん、ナイスアレンジ。さあオーバーカットからの加点、加点大好きにした。リズムがいいっすね。群馬出身ジョージ君を見ると鈴木って投げる前にグリップを思いっきり見てるな。そうですね、鈴木選手は投げる時のグリップが印象的ですね。さあこれでブルブルからのカットでワンチャンスきましたね。これは決めてほしい。鈴木選手はね、この日は篠野選手を倒しで、西谷選手は浅田誠吾を倒し決勝に上がったんですけどね、これで西谷象徴的だったですよね。ほぼ確定、予想とは真逆の2人が決勝にっていうことでね、見事です。なんか優勝した、あまだワンセット目、ワンレグ目ですね。初優勝、こういうことって多いんですよね。ガッツポーズ出ました。あ、優勝しましたね。あ、鈴木選手、要するに序盤選手が固まってたんで、はい、激戦ブロックに、優勝候補がいるときって結構伏兵がこう上がってくることが多いんですよね。もう激戦ブロックだからもう選手はもうヘトヘトに疲れて、はい、だから千野君もね、西哲平、その前は、山田裕貴とずっと対戦してて、厳しい試合をずっとこなしていってよくあるんですよね、はい、決勝前にもう疲れてしまうみたいなね、よくある感じの激戦ブロックの日のパーフェクトは結構伏兵が勝ち上がるという、ダークホースが来るというね、はい、福島大会でした。はい、優勝するフィールドですが、かっこいいですね。はい、カメラトラブルがなかったのような良い編集。カメラトラブルあったかね。あ、そうなの。あ、そうだった。へえ、そういうことですね。投げる前にグリップ、2人の投げるまでの速さの違いが目立った。そうですね、はい、もう西谷は速いですからね。やはり速いプレイヤーって見てて気持ちいい。遅いプレイヤー気持ち悪いってことじゃないんですけど、こうリズムがいいプレイヤーっていうのは見ててやっぱり気持ちいいですよね、はい。
プール君泣いてたらしいじゃん。そうですね、プラングステン 70% って削れやすい、削れやすいです。はい、まゆみさん言ったら今日カウンター部道場バトン受けてましたなっていうのはあるんですか。あ、バトンですね、選手がね。浅田戦は他の選手も参考にしてほしい。オーバーキルすれば浅田には勝てる。まあ確かに鈴木のメンタルが心配、そんなことはなかったですけどね。はい、そこまでので、西谷選手のねバレルっていうのが、これがタングステン 70% のティトセブン、タイダっていうバレルなんですかね。ストレート系のバレルですごい投げやすいですよ。あのリングカットなんですけど、少し間隔の狭いリングカット、ここの間隔がだから抜けやすいし、しっかりかかる、引っかかりはそうないんですよね。でこの真ん中にあるタイダ、なんかこれ遊びで作ったんですけど、前ほらあのセブンって映画あったじゃないですか、あの7つの滞在みたいなやつで、そっからちょっと作ったんですけど、なんかこうあなた方のもいるでしょ、こういうのが、こういう特色を持った人たちが、色欲とかですね、暴食とか、ちょっと食べ過ぎるんですよねとか、強欲とかね、憤怒すぐ起こるんですよねとか、やきもち焼きなんですよとか、傲慢なんです僕、そういう人はこのバレルを使ってください。はい、色欲な人はもうこのバレルを使って色欲を直してください。食べ過ぎる人は暴食を使って直してくださいっていうような、イメージで作ったんですけど、はい、西谷ジョージはタイダ、タイダってこれ怠け者ってことですかね、そういう意味ですよね。はい、本当にポロシャツはかわいそう、ユニフォーム作ってあげて。そうですね、はい、私は佐藤かすみと松本大宝のフォームに憧れる。似てますかね2人。遅い人は上手でも人気出ないイメージ。うん、まあ遅い人は人気出ないですけど、まあ少しちょっと遅いなっていうぐらいはそんなことないと思いますけど、でも早い人がリズムがいい人が多いですよね。校長先生かわいい。今日はマイクの音割れるな。割れてます？割れてる？治った？はい、プロトタイプ、忌まわしき記憶よみたいな。しかしすごい名前だね。7つの滞在バレル見てきた。結構面白いでしょ。はい、こんな感じです。 TB も昔はそうなんです、タイダ僕投げてて投げやすいです、僕大好きなんです。はい、しかしすごい名前だな。ですね、ナイスロペス、ナイスロペス。 TB も昔、 TB は色欲だよね。いや違います、ブラッピー。コンドル付きで5000円は安いな。はい、あの 70% で、まああの初心者向けにちょっと作ったんですけどね、初心者っていうか初心者より一歩進んだ方に。はい、 TB さんの影響でスリム使い始めました。 ありがとうございました。初め見れた TB さんライブ、そうなんですね。はい、ただいま、西谷ジョージ優勝キャンペーンのおかげで送料無料ということで、1000円以上買い上げで送料無料です。はい、暴食良さげ。フンヌって読むの、これフンドって読むんじゃないの、違うの、フンヌ、あ、そうなんだね、フンドじゃないんだ。バレルはそうですよ、皆さんあの勘違いしてて、バレルってやっぱり自分に合うバレルが一番いいので、高ければいいっていうものじゃないし、はい、選手モデルじゃないといけないっていうのもないんですけどね。はい、でもあの皆様のおかげで、なんとチャコンがもう早くもファーストロットが終了しかけで、もう早速、注文しました。はい、ありがとうございます。煩悩で108個作って嫌だ。藍園さんはある意味人気のアイドルやんけ。まあ、人気のアイドルっていうかね、面白い男ですよね。 TV 何使ってるの、僕は今ロッキーです、ロッキー。抽選会は、あ、やります、抽選会やりますよ皆さん。
じゃあ抽選会を早速ですが始めます。はい、今日の公開当選の内容は、公開当選という公開抽選じゃないの、特等1名様5万7000円相当の商品、1等1名様トリニダードプロ XK バレル各1セット、2等2名様トリニダードプロバレル1セットで、これが2人ですね。で2等もトリニダード X バレル1セットで、2等の2名様トリニダード K バレル1セット、計8名様に抽選で当たるようになっております。3等以下の当選発表は4月27日18時以降にダーツショップ TT とウェブ本店で発表ということです。はい、チャコン買った、チャコンはハード用で買いました、ありがとうございます。さすがオリエッティ、オリエッティさすがです。すごいですよね、女子のバレルってね、なかなか売れないんですけど、オリエッティはすごかったですね。あっという間に、はい、ほぼファーストロットが終了しそうなので、もうセカンドロット注文しております。ありがとうございます。明日のクイズは5連単。そうなんです、明日のクイズは5連単。5連単で、当てた方全員にあのプレゼント。はい、はい、じゃあ抽選の時は受注番号発表しますので、名前は言いませんよ。受注番号、まずこれ 何からいくんですか。え、あ、じゃあまずは1等じゃない、まずな、いや、なんか下に出してよ。はい、じゃあまず2等のトリニダード K バレル 1セット、2名様の1人ですね。はい、じゃじゃじゃーん。はい、これ何、長いよ。ラ、後で画面出します。楽天244287-2017-0306-09 はもうこれ長いよね、これじゃあ、はい、はい、2等のもう1名様トリニダード K バレルの1セット、本店18363の方、はい、はい、続きまして2等2名様トリニダード X バレル1セット、まず1人目楽天244287、これもすごい、めちゃくちゃ長い。はい、それと2名様もう1人のトリニダード X バレル1セット、楽天のちょっと長いですね、これも。何マイクな、何、はい、そうそうね、長すぎて分からんすよ、なんかね。まあ後で出しますんで、はい、いきます。続いて楽天多いんですよね、これね。はい、行きます。本店18627、はい、どうぞ。はい、そしてトリニダードープロバレル1セット2名様、はい、ヤフーダーツショップティト100-2234、はい、はい、もうそれ見えんから画面に、はい、はい、そしてプロバレルもう1セット1名様、いきますよ。
楽天244287-iPhone、 これ長い、これも後で出して。おなご頼む。はい、そして一等一名様、トリニダードプロ XK、 これ各1セットを1人の人に3セットプレゼントってこと？好き、お好きなもの？お、すごい。はい、一等一名様、じゃじゃじゃーん、本店18573、はい、はい、その角度で高いところで見せて。さあ、そしていよいよ特等、1名様5万7000円相当の商品いきますよ。じゃーん、楽天、長っ、ちょっとこれ、はい、これが当たった方です。特等5万7000円それです。そうそうそう、すごい、これすごいですよ。サトピョン、サトピョンも当たったみたいな。 YouTube の方見てますか？見てますよ、こんばんはです。群馬県出身、ジョージごめんと。そうですね、はい、初めて見れた TV サンライブ、ありがとうございます。これから見てください。いいな、欲しいな、はい、俺も初めて見た、見ようと思っても時間が合わなかった。そうなんですよね、時間がね。ドラマもいいドラマあってますからね。ダーツの投げ方がわからない、ダーツの投げ方ちょっと抽象的で、具体的にもうちょっと言っていただければ。はい、チャコン買おうかな、よろしくお願いします。かぶっとる、はい、かぶってます。特等何入ってるか気になる。特等の商品って何だっけ、ちょっと出してあげて。ごめん、ビラル。ということで抽選会の方は終了しました。後で、分かりやすく出しますので。はい、やったーって。今日なんか広告いっぱいいただいててありがとうございます。サトピョンって書いてある紙は入ってない、入ってないですよね。5万7000円の商品って、特注番号で表示されてるそうです。特賞、なすごいね、この羅列の数字。はい、かぶっとる。特等はですね、ダーツスタンドとか5万7000円相当入ってます。はい、当選された方おめでとうございます。嫉妬買ってくるしかねえな。はあ、嫉妬ですね、あなたやきもち焼きなんですね。一覧で出んの、はい。オスカータイプ2ってまだ製造します、製造します。当たった人おめでとうございます、おめでとうございます。西谷プロノウッドのインプレ、ノウッドを常時してくださいということです。チャコ本当にありがとうございます。ゴメス8のポスター見たい。ゴメス8のポスターないのまだ。あ、なんで、あ、明日公開、あ、明日公開するそうです。阿部ちゃん来た、阿部ちゃんまだ来てないんだ。 TV が欲しいんですが、残念ながら僕はもう、はい、僕は ひさこちゃんのものなんで、はい、TV ヒットセブン嫉妬。3月前半多いな。ゴメスの重さが気になる。ゴメスの重さは 21.5g、 同じです。はい、チャコめっちゃいいですね。チャコめっちゃなんか評価高いですよね、制作、はい、人気があります。ダーツの正面が当たらない、ダーツの正面が当たらない、ちょっと分かんないです。はい、それではですね、ちょっと僕も使ってたタイダ、タイダですね、じゃじゃじゃん。ちょっともうこれもうちょっとタイダ、あのこのカットの隙間が狭いんで、なんか手に吸い付くような感じで、はい。チャコン小口さん設計じゃないのびっくりした。そうなんです、小口さんはちょっとあのバレル立て込んでいて、浅田聖吾と、
山田裕貴、それとあと西鉄平は作ってないかの制作にかかってて、ちょっと高口さんは打ち合わせはちょっと最近ちょっといいバレル作る人がいて、そっちが、制作に当たってくれました。はい、カウントアップしてみてください。いやいや、すみません。シーちゃんバレルも今ずっと制作中ですけど、シーちゃんはちょっと時間かかってますね。はい、ゴメス8は8つながりだからオクタゴンカットかな。なかなか鋭いですね。ゴメス8オクタゴンカット。八角形ならではの。あと1キロで着きます。あと1キロで着くって誰が？あ、安倍ちゃん？え？え？何が？ミト？どういうことだ、どういうこと。一番多い。あ、でも今数字出したでしょ。うん。え？一枚奥引いた？じゃあなんかプレゼントしてるじゃん。二等って何の二等？はい。ちょっとこっち文字がちっちゃいな、チャットの方。チャコン欲しいけどもう売り切れだった。またあのもうすぐチャコンが来ますので、はい、もうちょいちっちゃい。お、ちっちゃいの大きくして。石橋一馬バレルをおなしゃす。あ、そうですね。石橋選手もちょっともう少しですね、上位に来てほしい感じですけどね。はい、悲劇再び。悲劇再びっていうのはどういうこと。ああ、そう、あ、なんで悲劇、なんで悲劇なの。さあ、ということでこのちょっとこのストレートバレルの特徴ですけど、この怠惰、ストレートバレルの特徴で、本当にストレートバレルの割に太いんで、結構操作しやすいですよね。扱いやすい。それとグリップポイントがこのしとっとした感じで分かりやすいっていうか。やっぱそれと4本グリップの人でやっぱ長いグリップ面が長い方にとって本当に投げやすいですよね。とにかく扱いやすいバレーですよね。ストレートでちょっと太めっていうのがいいのと、カットの間が狭いのでしっとりくる感じですね。すごい投げやすいですね。もう一回戻そうかな。もう一回戻しますか。画質良くなったですよね。はい。お礼も気になりますね。一回でも安いのでやっぱり。なんつうか手軽にちょっと持ちたいバレルですよね。うん、一回ちょっとティトショップで一回投げてみてください。西谷ジョージも投げてみて、この怠惰が気に入って、なおかつフライトが
ティアドロップの良さが分かってティアドロップを使い出したっていう経緯があるんで、やっぱり一回投げてみるのって大事ですね。はい、いいバレル作ってはりますな。はい、ありがとうございます。はい、ヒトセブンのコンドラなんでティアドロップなん。あ、いやいや、あのティアドロップって決めてなかったんですけど、あのな、なんなんでしょうね、そのティアドロップもあのいいんで、あのスリムもそうなんですけど、ティアドロップもいいので、まああのちょっとティアドロップを多めに入れてた時期があったんですよね。その時多分たまたまティトセブンの時にぶつかったんじゃないですかね。まんべんなく入れてるんですよね。はい、ボード時計販売はしてないです。ボード時計こっちありますけどね。はい、あ、それと串カツ銀皿が、あ、いじり店がオープンするそうなのでよろしくお願いします。5月9日グランドオープンだそうです。はい、バレル沼に引きずり込もうとする TV いけず、はい、バレル沼に引きずり込みます。ドリンクキャンペーン、あ、何これ、トートバッグ当たるの。お、トートバッグいいね。ね、あ、ほんと、ティアドロップ好きだけどスタンダードに落ち着きました。スタンダードやっぱいいですか。ボード時計の音がちょっと気になる。ボード時計、あ、あ、これ音がうるさいの。音する？え？ボード時計、いや全然音しないよ。これ音しないですよ、これ。音しないよ。まあいいけど、あ、これ落ちる。コンドルもっと長いの作って、あー、コンドルですね。もうちょっと長いの作りますかね。はい、ゴメス8のスティールも同時発売。はてなはてなはてな、同時なら買う。明日のお楽しみで、明日ぜひ見てください。寝るとか時とかに気になるんですか。いや、あのボード時計音しないですけどね。はい、ゴメスセブンスティールってソフト用と投げ心地は、あ、あのまあちょっとは違いますけど、バランスが変わってきますけど、ほぼ同じように作ったって言ってましたね。はい、時計通販限定で売って、そう、ちょっと検討します。はい、そうなんですね。はい、ということで、じゃあクイズいきますか。まずはこのクイズ、夏なのでもうほぼ生産やってないんですけど、まあほぼじゃない、もう生産はもうやってないんですけど、タオルホルダー、はい、安倍ちゃん来てから、安倍ちゃん来てから、じゃあクイズに答えてプレゼントゲット。これ何でいきますか。これ件名やクーラー、本文にクイズとニックネームをよろしくお願いします。同じアドレスからの複数送信は無効とさせていただきますだそうです。ということで、タオルホルダー、もう非売品タオルホルダー、はい、じゃあどうぞ。はい、この人は誰でしょう。わかるかい、そんなんわかるかい。この人誰って言われても、そんなこと、コンドルフライド、もうちょっとデザインいいと最高なんだけど、すいません、なかなかですね、申し訳ございません。なかなかデザインがやりづらい素材でコンドルはできておりますので、はい、
さあ YouTube ライブの方もあのコメントバンバンよくださいね。カウントアップしてみてください。チャコン、いやまだありますよ、はい。浅田選手モデルロペス4って今プロトでやってます。まだ制作にはかかってます。パーフェクトの電子ダーツボード出ませんか。でどうなんでしょうね。パーフェクトの電子ボードは多分出ないと思いますよ、はい。分からへん、女の子っぽい、分かるかい。 TV の頭かな。それではない。白い血管が見える。 TV ハードダーツ用のバレル使うの。コンバージョン、僕はコンバージョン使ってます、はい。手首フェチ、あ、もう女の子だよね。え、めちゃめちゃいいヒント。どこのヒント、どこにヒントが、まだわかんない。コンバージョン使うデメリットってある？やっぱりコンバージョン使うデメリット、要するにことハードダーツを投げるのに関してはやっぱコンバージョンデメリット、まあ一つ言えるのはこのハードダーツでコンバージョン使ってるトッププレイヤーっていないんですよね。うん、まだ来てない。しーちゃん、コンドルコンバージョン耐久性、コンドルコンバージョン、コンドルコンバージョン耐久性がない。あー、コンドル来るの遅れた。あ、正解者来ました。後ろに映ってることはのは金清千恵美、あ、金清選手なんですね。もう正解来た、はい、あ、正解者来ました。あー、もうこれで分かった。あの子ですよね、牧野桃佳ちゃんね。カラコンすごいですね。正解者牧野選手でした。誰が当たったの。正解者加藤ホーク、加藤鷹初めてですね、この人ね、はあ、山田選手はハードバレルとソフト使い分けて感覚ずれるとかあるのかな。どうなんでしょうね、やっぱりただあのソフトとハードの違いはやっぱり平行に刺さるってことを言ってましたね、刺さる角度が違うので狙い方もやっぱり変えるのでそこは難しいって言ってました、はい。あ、加藤ホークさん2度目ですね、すみません失礼しました、はい。もうかたんかわいいを、あ、そうですか、ちゃんと日本語書きましょうね、お願いします。もうかたんファンワイラ嫉妬、あ、嫉妬なんですね。じゃあ嫉妬を買ってください。ティトセブン嫉妬を買ってください、はい。ティットセブンなかなかいい形でバレル多いんですよ、はい。ね、そうなんです、はい。ということで、あ、やっぱりこう YouTube ライブはこう下に押さえたら海外でコンバージョンダサいみたいな感じでなかったけど、いや海外ではやっぱコンバージョン使ってるっていうのはやっぱりちょっと、うん、どうなの、え、コンバージョンみたいな
ところありますね。海外のハードプレイヤーの中でコンバージョン使うっていうのはちょっとあの理解ができないみたいな部分はあると思います。はい。山田以外のハードバレルは用意しないの？選手が出てきたらあのハード作りますけど。はい。牧野プロの髪の毛ってずっと、まあ、生まれた時からあんな髪だそうですよ。たまにハード投げるとダーツの飛び確認しやすい。本当そうですね。飛び確認しやすいの角度っていうのはあるんで。だハードはハードとソフトのやっぱ最大の違いってこうやはり平行に刺さるか自分の飛ばす角度で刺さり方が違ってくるんで、そこがやっぱりそこも違うみたいですね。山田選手が言ってました。はい。もう40分経ったんですね。なんか今日広告ってすごいよね。森プーさんありがとうございます。いつもありがとうございます。ソフトで言えばハウスダーツ投げてる感じなのかな。やっぱちょっと違うと思いますけどね。ワールドカップ楽しみですね。はい。明日の5連単の景品は、明日はですね景品出します。5連単当たった人には全員に出します。はい。10名いれば10名だ、に出します。はい。さあティトのフライトですね。カウンターブ道場、明日の参加者の顔ぶれいいですか。阿部ちゃんあと 500m ぐらい、ちょっと分かんないです。阿部ちゃんも近いの？まあ阿部ちゃんもう間に合わないね。じゃあもう間に合わないということで、はい。今夜は山田。阿部ちゃん、阿部ちゃんまだなんか、何をしてる人なの彼は。平田のストレートっぷり欲しいかもです。ありがとうございます。平田いいですよ。平田 A ですよ。浅田聖吾プロのスーパーダーツ以降の不振の原因は、不振ではないですね。不振ではないと思います。まあまあ過去の浅田聖吾の勝ちっぷりからしたら不振とも思われるかもしれませんが、不振ではない。ただその僕が見て感じるのは、枠を外すことが結構多くなりましたね。大丈夫？申し訳ないです。何？それ何？それスカート？これ蛇に噛まれても大丈夫なように。え？ね、ちょっと息がすごいっちゃけど、あのすいません、めっちゃ臭いんですよ、息臭い、ちょっとめっちゃ息臭い、息臭い、ちょっと息臭い、ちょっとまず落ち着いて、これ このまんまでやるの、これ。いやー、下ろさせてください。下ろさせて、すいません、本当に申し訳ない、すいません、あ、お待たせしました、すいません。なんかね、なんか博多弁で言わせてもらったら行らしい。阿部ちゃん見たいから TVTV 見てる人多いから頼む。いやいやいや、そんなもんやめましょう、やめましょう。すいません。ちょっとさ、もうこの息弾ませてさ来るのはいいけどさ、その息が臭いのが嫌だった。いや、めっちゃ臭いですよ、もう本当に。自分でも臭いの分かってて。歯磨いてないの？いや、磨きましたよ。すいません、お邪魔します。あ、リアルダーツのための阿部です。お待たせしました、すいません。お疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。この人かなり有名な、リアルダーツの旅してないよね。してるの？いや、してるんですよ、実は。ちゃんと歩いてるんですよ。なんで麦わら帽子なの？いや、もうめっちゃ日に焼けるんですよ。見てください、これ。もう脱皮めっちゃするんで。あ、そうなんだ、ね。そうなんだ、ね。で、なんで歯入ってんの？いや、めっちゃ今日ですよ。今日言われたんですよ。なんで酒出せばいいじゃん。いや、僕アルコールアレルギーでして。え？あ、お酒飲めないんです。酒飲めないの？はぁ、すいません、つまんないってのがもう限りわかる。旅のルール、旅のルールね、はい、旅のルールは収入はお笑いのおひねりだけ、はい、あ、すいません、ありがとうございます。お笑いのおひねりだけでどういうこと？
あのネタやったりとか、お笑いの営業とかで、いただいた、まあ、お仕事で収入を。仕事は、はい、取ってるわけ。あ、以上ありがたいことに。あ、そうだよね。ありがたい。お笑いって何？お笑いってのは人を笑かすことがお笑いだよね。そうなんですね。主にそうなんですよ。でそれに対してのおひねりが来るわけ。そうですね。じゃあ笑わしてよ俺。いやー、そうそうなんですよ。それでもう TV さんのためにネタ作ってきたんですよ、うん、ネタ作って。ちょっと待って、その前に全部聞こうね。はい、あ、そう、自転車ヒッチハイク、はい、了解です。公共交通機関は一切使用禁止。はい、そうです。ちょっと息弾ませんの、ね、やめて。ごめんなさい、くっさいですよね。本当にくっさいわ、もう自分で。すみません、スタッフさんもこうやってやるのやめてください。もうヒッチハイク、じゃあもう全部歩きだけで。歩きです。で、どこに寝るの？野宿とかも結構多いですよ。最初北海道の時とかトイレとかで寝たりとか。トイレ、今日はどこで寝るの？今日どこにしようかなと思って、ね、そこのさ、そこの会社のベランダで寝してた。めちゃくちゃ嬉しいですよ、ありがとうございます。もうありがとうございます。で、徒歩のみで日本全国、ま、本当に徒歩でもあるの？あ、もう本当に徒歩です。あ、でももちろんあの島渡る時にはフェリーは使いますよ。どういう方向性で来たの？じゃあちょっと待って、全部一応読もうね。北海道本州などのフェリーの移動は OK。 ちょっとクーラーつけてあげて。すいません、ありがとうございます。各都道府県で必ず1店舗ダーツバーに行く。はい、あ、そういうことね。わかりました。じゃあ一応皆さん読んで、あ、で、これが、はい、リアルダーツジャーニー。はい、そうですね、リアルダーツの旅です。で、結局、じゃあもう全ノンストップでずっと日本全国回ってるの？まあ、1回なんですけど、歩きすぎで足折れまして。え？かかと折れてるんですよ、うん、今も折れてるんですけど。折れてるの？はい、で、それカバーしてたら膝のお皿の裏にも水溜まっちゃって。で、1回東京戻って、その時だけちょっと戻らせてもらって、で、MRI 取って、うん、で、膝のお皿の裏に注射打って、うん、で、なんとかまた旅再開することができた。再開してで、はい、今はどういう経緯？なんかこう地図とかない？日本地図でこういう風に来てますみたいなのないの？え？ないの？そういうのないの？日本地図、なんか日本地図でこう、はい、なんか渡航経路みたいなない？あ、でもホームページに、何々県達成っていうのはあるの？はい、すごいよね。一応ダーツを広めるな。何を目的？ダーツを広めることがメインとなってまして。ダーツ広がってないでしょ自分。そんな、はい、力あるの？まあ、だから今後ですよね、うん、それはもう今現状僕が分かることじゃないですよね。あ、そういうことね。はい、でも結構じゃあ何？そういう支援者みたいないっぱいできたわけ。まあ、ありがたいことに。おお、すごいね。まあ、それありがたいな。今各県で、はい、そうですね、障害者の方の施設とかで。障害者の施設とか回ってるの？はい、回ったりとか。 あと、石巻とか。石巻、はい、あとはそうですね、老人ホームもそうですけど、はい、あとは熊本で何かやれたらなと思ってますけど。熊本、これから熊本行く感じ？それとも？あ、そうです、これからっす。じゃあ、はい、福岡はどういう経路で入ったの？福岡は、一応なんですけど、四国の、愛媛の八幡浜から、八幡浜から、大分に入ってきて。で、フェリーでね。はい、で、そこから、北上して、あっちですね、西側に入ってって、で、そこから太宰府の方抜けてって京都から来た。あ、じゃあ大分から、あ、日田とか通って。はい、そうです、そうです、そうです、通って、まさにそうです。あ、日田通って太宰府、はい、下からこう太宰府の回ってきたわけね。あ、そうです。で、今日福岡に来たの。はい、すいません、お邪魔します、本当に。バスいくらだった？バスは乗ってないですね、残念ながら。嘘。そういうのはダメですよ。ちゃんと僕はもう、はい、歩いてるんで。関門海峡は渡ってないんだね、じゃあね。渡ってないですね。まだ渡ってないね。じゃあ、こう福岡来て、はい、福岡からこう佐賀回りで行くの？そうですね、佐賀から。佐賀、長崎。で、もう一回佐賀入って、熊本入って、鹿児島。で、宮崎、鹿児島で、フェリーで沖縄行って、ゴールっていう感じです。あ、フェリーで沖縄。はい。はぁ、頑張るね。いや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 、もう、ただ歩いてるだけです。ただ歩いて、でもなんか、でも、何、歩いてずっと、じゃあツイッターとかでその現状報告してるわけ？あ、そうです、はい。あ、すごい。はい、ずっと。ずっとですね。すごい。それダーツもやる？あ、もちろん、はい。そう。いや、でも届かなかったりしますよ。なんでずっと届かない？歩きすぎで肩外れたりとか。肩外れたり。あれがめちゃくちゃ重いんで。あれ重いね。ちょっと何それな、すごいねそれ。あれ25キロぐらいですね。25キロあるの？はい、大体今日は。すごいよね。はい、TV 攻めるね、笑い。TV 否定から入るのは良くないな、みたいなね。でもすごいよね、本当頑張った。いやいや、ありがとうございます。猿岩石、はい、
席と同じで実は飛行機は電車に乗ってるんじゃないって。いや、本当に乗ってないですね。臭いのは周りの人も困るんだ。そうですね、9日間お風呂入れなかった時があって、その時犬の匂いするんですよ。犬の匂いするんだね。すごいですよ。獣になるんだね。そうです、そうです。一回マネージャーが僕の様子見に来たことがあったんですよ。マネージャーいるんだ。ありがたいことに旅中に、はい、ちょっとボランティアでついてちゃんといるんだね、はい、マネージャー、ね、その時に見てもらったんですけど、ちょっと臭かったみたいで。臭い、本当困る。臭いですか。臭いくせにハーハーハーしてくれる。そうなんですよ ね。代謝いいんですよ、めちゃくちゃ。もう代謝がいいんだよね。はい、申し訳ないですよ。え、水俣も行くの？水俣で待ってるよって書いてる。水俣って、ね、熊本県水俣市ってところがある、はい、鹿児島寄りの熊本っていう。ああ、海沿い通っていこうかなと思ってるんですけど。ああ、はい、そうなんよね。はい、うん、そうなんよね。毛根チェックしよう。ああ、はい、この辺です。いや、あ、すいません、フケめっちゃ飛ぶんですよ僕。いやいや、フケじゃなくてすごい大丈夫。いや、ごめんなさい。もうそれね、なんかすいません、本当にごめんなさい。それね、もう本当すごい。それ何、それ痛いよね。髪の毛が痛いぐらい毛根強いよね。あ、そうです。もうこっち側がもうすごいチンゲみたいになってるんですよ、ここ。もうすごいね。はい。すごいチンゲなんですよ。もうすごい、それは。はい。山嵐みたいになってるね。あ、そうです。山嵐とです。はい。なんでそんなに、何、家系？その毛根の凄さ。母も家系でした。あ、はい。でも、何？じゃあ、家系にハゲ誰もいない感じ？そうですね。親父はでも借金作って逃げちゃったので、ちょっと分かんないですけど、母は家系でしたね。あ、はい、家系だったんですね。はい。嫌な子供だね。はい。いや、もう家系ですね。はい。そんな人がバーに来たら逆に困るわ。そうですね。だからできる限りバーに行く前はお風呂に入るようにします。あ、どこで、お風呂入るときはどこで入るの？いや、銭湯とか。あ、銭湯あるよね。はい、あ、でも本当に何もないときは公園でシャンプーだけ。あー、でもさ、はい、銭湯も260円かかるからね。あー、じゃあ400円か今。あれはきついっすね。でも一番コインランドリーの方がきついっすかね。あー、そうなんや。あれがきついっす、もう出費が。あ、コインランドリー？きついっす。なんで？いや、高いっすよ。高いな。高いっす。1000円以上しますからね。あ、そう。乾燥とかも含めると。じゃあさ、そんな公園の水道で洗って干しておけばいいじゃん。いや、もうめっちゃ臭いっすよ。もっと臭くなりますもん。あ、そう。はい。そうね。あー、干し方間違えたらどんどん臭くなっていくよね。能代で一回ジャングルジムに干して、公園で一時期寝泊まりしてたんですけど、その時はジャングルジムに干したりとかしてましたね。はい、で、何、それでダーツを広めましょうっていうことで、はい、自分一人の力じゃ当然広まらんわね。そうですね。だから、はい、要するに結局これを やり遂げた後は何が見えるの？まあでも今後そうですね、ダーツ教室っていうのを僕その各地でやってるんですけども、うん、それに対して、あ、じゃあ我々もちょっとやっていこうじゃないかっていうふうに感銘を受けてくれる人がいたら、まあ、どんどん広まっていきますし。ああ、そうね、はい、だからまずやること、戦うことがまず大事やなと思ってるんですよね。だからもう TV さんとか僕本当にすごい尊敬してますし。いや、そうなの。いや、だから本当にすごく勘違いされてる方多いんですけど、うん、TV さんってやっぱ今回新しくそのユニコーンの件であったりとかもそうじゃないですか。で、もうダーツ業界っていうものをどんどん盛り上げてってる先駆者ですから、うん、いや、そんなことないと思う。いや、そんなご謙遜、はい、何を言ってるんですか。いや、でも本当に勘違いしてる人は何を勘違いしてるの。いや、だからただ偉そうにしてるとか、なんかよく偉そうにしてません、僕は。いやいや、もう本当にそこじゃないよね、勘違いしてるの。いやいや、もう違うよと。僕はもう、いや、 TV さんすごいよと。あ、そうなんですね。もう伝えたいですね。わかりました。はい、じゃあもうそのことずっと言って、はい、次からもう人会う人会う人に、はい、TV さんすごいです、 TV さんすごいです、 TV さんすごい、それだけ言います。はい、任せてください。そこだけ言ってね、はい、ね。いや、でも本当、でもね、すごいなね。え、最初俺さ、はい、ほら1年前に来た時にさ、はい、ちょっといじった記憶があったんだけど、事故でしたね。だいぶいじった。え、覚えてます？なんつったっけ俺。え、渡辺くんつって、いや、渡辺じゃないわ、阿部だわって、ちゃんと教科書通りに突っ込んであげたんですよ。そしたら、つまんねえなって言い出したんですよ。で、僕まあ、釣ってね、みたいな感じで、ちょっと若干こう、触れてたんですよね。かわいそうね。いや、もう、なんてことをと。ほんとそうよね。ごめんね。いや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 、でもなんか
あれでね、いやもっと面白い会社があったんじゃないかなっていうのも反省できたんだよ。ああそうなんね。ありがたいです。いやでも本当にね、じゃあこの後じゃあここから佐賀行ってくで、長崎行って。はいそうですね。はい、でもさあのダーツを、ダーツバーにも行くわけじゃない、はい、それはどういうふうな選択をするわけ。いや、行く店の選択っていうのは基本的には最近はもうお誘いいただくことがすごく多いですね。あ、はい、よかったらぜひっていうふうに。あ、要するにツイッターとか、はい、Facebook とかで見て、うちに来ませんかって。あ、そうです。あ、そうなんですね、はい、今日はなんかどっか行くこととか決まってるの。一応サスさん、サスね、はい、いやリエちゃんとか、はい、あ、この後行くんだね。行こうかなと思って。あ、全然、はい、ちょっといろんなところ行きたいなってのはあるんで、うん、あ、そうなんね、はい、どのくらいいるの福岡には。福岡大会ちょっと出させていただいて。あ、いいよ、出ていいよ。あ、もう出て出て。誰と出るの。いや、一人で、パーフェクトの方に。あ、パーフェクト出るの。あ、すげえ。いや、あ、出るんだ。もうどんどん落ちてってますけど。今でもうまいでしょ、ダーツ結構。いやでもレーティングめちゃくちゃ下がりましたよ。どんぐらい今20とかしかないですよ。20グリップ変じゃない。いや違います、これはごめんなさい、若気の至りです。少しでもなんか爪痕と思ったんですけど全然面白くないですよね。ちょっと受け狙いでこういうグループして、ね、はい、千手観音グリップって。あ、千手観音グリップ。俺はキツネだけどね。どういうことですか。いや俺はコンコングリップなんです。こキツネ、こう中指でグリップするんですか。いや中指をここにこう当てる感じ。はい、あ、延長ね。わあ、ありがとうございます。ああ、じゃあパーク出るんだね。あ、楽しみだな。いやいや、もう起きますよ。もう緊張しちゃって、もう置いちゃうんですぐ。 TV 萩本欽一ばりに他人のギャグ。いや、すみません、あんまり厳しくない。TV 高田純次が安倍キャス炎上した。どういうことだよ、安倍キャス炎上した。いやー、なんか、いや、これは伏せましょうか。あ、でもまあ過去のことなんでいいかな。何、いや、だから渡辺事件があったじゃないですか。渡辺事件、うん、はい、つまんねえなっていう事件があったじゃないですか。そ、うんうんうん、で、まあ、つまんねえって言ったっけ俺それ。あ、記憶にいないですね。あ、もう全然俺大体瞬間芸だから。あ、なるほど、瞬間芸というか、まあ、無意識になる感じですね。無意識にもやる感じだから、ボクシング時代の。あ、そうそう、無意識にやるのがもう。で、それで何、はい、俺がつまんねえって言ったのがなんだ TV みたいな感じになったの。そうですね。僕はもう、いや、一旦落ち着きましょうと。はい、もう結構ショックだったのね。いやいやいや、僕はもう、いや、まあと。ああ、そういうことね、はい、まあと。いやいやいや、なんかね、なんかデリケートな人が多いよね。いや、僕すごく思うんですよ、それ。ニコ生とか、結構デリケートな人が多くて、結構言葉の端々で、なんかね、温度差がすごいある。そうそう、俺の体感が全然気にしてないもないところですごい話がうわーっと盛り上がってたし、それってすごく多くないですか。いや、どのプロの方もそうなんですけど、そうそうそう、なんかちょっとした発言でなんかすごく炎上するじゃないですか。いや、炎上っていうか、やっぱね、ナーバスなのよね。いろいろ感じやすい方が多いの。でもそれってすごくダーツと、まあ、ダーツのプロと一般のお客さんの距離が近いからなんですかね。あ、それもあるし、はい、でね、ダーツでこう、例えばほら、ニコ生とか、はい、ニコ生文化って、ダーツニコ生って、要するに発祥なわけ、俺がね。まず、はい、そう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 。で、発祥なわけでやってて、はい、予想以上に、こう、なんつうかな、うん、まあ、なんかな、小さいことにこだわる人も多い。ダーツ界自体が。でもそれはいいことなわけよね。はい、例えば本当、例えばグリップとか投げ方一つとっても、はい、こうじゃないとダメだとか。あ、はい、でもそういうのがね、ダーツ文化をね、こうどん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 ね、発展させていってるわけ。あ、なるほど。そう、だから日本のバレルメーカーと海外のバレルメーカーってすごい面白くて、やっぱ海外ってどっちかって言ったら繊細じゃないのよね。デザイン一つとっても。でも日本のバレルメーカーって結構ものすごく繊細なわけよ。あ、はいはいはい、でびっくりするのが、だから例えば、はい、例えば中国で、はい、バレル作るにしても、はい、日本メーカーのバレルをね、中国の人たちは作りたがらなくて、なんでかって言ったら、はい、もう日本人はもうその重さも含めてもうこだわりすぎるから。すごいですよね。重さとかも、うん、刻みにしても、うん、
だからものすごくね、高いわけよ日本のバレルって。これ一個聞きたいんですけど、うんうん、圧倒的にやっぱ海外、まあイギリスとかもそうなんですけど、うんうんうん、イギリスよりもやっぱ日本人の方がイップス率ってのは高いんですか？いやいや全然、海外の人も多いよ。あ、そうなんですか？海外で全然多い。あ、そうなんですか？そうそう、なんかもうなんか無作為にこう投げてる感じじゃないですか？いやいやいや、ガーベンとかもいた。あれどうなのね。どうなんですかね。あれでもなんかね、教え方が根本に違うって山田が言ってた。あ、本当ですか？うん、本当にあんまり細かいこと気にしないって言ってた。でも外国の人はイップスは普通にいるから、日本人と比率は変わらないと思う。あ、本当ですか？はいはい。ただすごいやっぱ繊細ですよね。あ、そう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 。繊細、すごい繊細だなって思う。日本人は繊細でも、どこの県行ってもそれは思ったし、ね、繊細なんです。すごいですね。あ、九州はでもそうでもないと思うよ。九州、これちょっとすごく思ったんですけど、うん、九州レベル高いですね。何がレベル？ダーツのレベル。どういうレベル？いやもうなんかもうほとんどレーティングが黄色い人ばっかみたいな。いやでも、いやそれはそんなことないと思う。そうでもないよ、そうでもない。でも東京とかに比べるとやっぱ全然東京のダーツの方がうまいよ。ああそうですか。うまい人が多い。そうですか。まあ人口が多いからかな。ああどうなんでしょうね。ねえ多分そうでも自分パウダー出て予選とか結構抜けてるでしょ。いやでも旅始まってからもう全然抜けてないですよ。あ、本当？ダーツ今レーティングどのくらい？ぶっちゃけ20ぐらいだけど、はい、旅出る前はどのくらいだ？出る前は 25.… うますぎ。うまい。やる後で。いやもう本当にもう起きますよ。もうペッペッペッ。しかも臭いし。臭い。大丈夫。やろうよ。やろう。大変しよう。しかもバッキバキですよ。だ大丈夫だ。言い訳入る。じゃあ一回ちょっとしょってくださいよ。あ、やりましょうか。やる。あれをしょうの？はい。あ、ちょっとしょっていいよ。あ、本当ですか？そんな重いの？うわー。重いの？いや、しょって、あれをしょっていいの？はい、ぜひちょっとしょってみてください。あ、ほんと背180あるね。あるんす。ちょっとすいません、ちょっと待って。あ、やばい。これ重いやん。はい、これ重い。これ何？これカバンです。何キロ？これを、これを持って歩いてるの？いや、そうです。え、なんで？これ何が入ってるの？こんなの服とか。そうですね、まあネタとかもそうなんですけど、あとテントとかも入ってます。はい、重い。これ何キロ？20キロぐらいある？いや、これは25ですね。いや、これ重いわ。リュック1個なかったら20キロぐらいだと。あ、これ重い。はい。これで何？これでずっとバスに乗って移動してるの？全然もうダメですって。これ重い。影響力すごいですから。本当にダメですって。これで何？新幹線乗ってだから影響力すごいです。あ、これ重いわ。すげえ。これ重いね。重いっす。これ足の骨折れるよ。これ折れますね。俺も折れる多分。なんでこんなに重くする必要があるの？いや、普通に生活用品とか重要なものだけ入れてたらこんなになっちゃった。ちょっと開けて見てみよう。あ、見ます？どうぞ、うん。すごい。すみません。これすごいね。はい。まず、そうです。これ何これ？この。これがすごいんですよ。これ何これ？これを敷いて寝ると、地熱と、ちょっとして。あ、OK です。あ、これ何？じゃあちょっとこれ敷いて。はい。これ暖かくなるんだ。あ、ちょっと何が入ってるの？すごいね、これ。ちょっと待ってくださいね。これもう解体するのがもうすごい時間かかるんですよね。あ、ごめんごめん。いえ、もう大丈夫です。もうどうせなんでね。もうちょっとぜひ見ていただきたいです。よいしょ。え、これ持って歩いてんの？はい。日本全国？頭おかしいですよね、本当に。いや、これでも大変やろ。いや、もう本当にもう笑けますよ、途中から。猿に囲まれたりとかもするんで。え、猿？はい、結構猿囲まれたりはよくある。どこの猿？いや、山ですね。どこで囲まれたの？奥羽山脈と。奥羽山脈？奥羽山脈って秋田県の方？あ、そうですね。ね、あとはそうですね。あ、これなんか解体させてかわいそうだね。あ、全然もうこんなんすぐですわ。すごいわ。これが寝袋で、あ、これ徒歩用のユニフォームですね。ん？徒歩用のユニフォーム。徒歩用の。あ、そうやって逃げないでください。もう本当に大丈夫です。全然汚くないですから。なんでそんな。いや、なんでセブンイレブンがついてる？これありがたいですよ。いや、フランチャイズマークなんですよ、これって。あ、FC、あ、フランチャイズの人からもらったんだ。で、いや、違うんですよ。で、セブンイレブンに、姫路のセブンイレブンに行くと、僕のポスターが貼ってあります。宣伝してくれてるんです。よかったです。いや、なんで、
寄り添いましょう。大丈夫だよ。あ、本当ですか。すごいね。はい。あとはまあ服とか、まあこれがあの洗面用具とかですね。はい、あとキティちゃん。キティちゃん？これは、これ何？この中にあの充電するためのなんかあのいろんなのが入ってます。すごい。で、あとこれはそうですね、山中峠とか入っちゃうんで、うん、でその時にちょっと危なくないように、はい、三重県水難救済会っていうのをちょっといただいたので。これがギャグ？いや、これもらったんですよ。ギャグじゃなくてね。いや、これもらったんです、もらったんです。すごいね、すごい、はい、本当にあのこういうのないとダメなんで。ちゃんとやってるね。はい、やってるやってる。すごいね。そうですね。あとはあのロキソニンを大量に持ってます。ロキソニン？はい、痛み止め飲まないとあの歩けないので。あ、痛いんや、そんなに。はい、これですね。はぁ、ロキソニンがあるね。抗生物質もあるじゃん。はい、あ、そうです。僕、あと花粉症とかもすごいので。あ、すごいね。はい、大変やね。そうなんです。大丈夫？顔面が膨れ上がっちゃうんで。大丈夫？ギリギリっす。ごめんね、バラバラにさせて。いやいやいや、そんなもういいや、もう俺飽きた。このネタ飽きたやで。それは冗談だけど。そんな感じです。そんな感じだったんですよ。ハイボール、ハイボール、そんな感じ。ハイボールちょうだい。すごいわ。でも大変やね、これ。あれ持って本当に、じゃあずっと歩いてんの？はい。あ、大変それ。はい。大丈夫？いやー、まあちょっとイカれてると思いますよ。ねえ、はい、今いくつ？今僕27で、来月28になります。そうなんや。ようやく。偉いね。いや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 、全然ですよ。で、もともと阿部ちゃん出身どこ？出身はあの神奈川県。神奈川県どこ？横浜の外れです。戸塚ってところなんですよ。戸塚ね、はい、戸塚ヨットスクールの。あ、そうそうそう、あのやばいところっす。やばいところ、はい、やばいし、育ちもやばいし、僕。あ、そうなの、はい、母はだし。あ、そうね、母はチンゲで、はい、髪はもう剛毛でね、はい、羨ましいな。絶対ハゲないよね、それね。そうですね。あちゃー、俺も汗もバリ、汗が出てきた今。ごめんなさい、もうすごい。あ、すごい。半分ちょうだい。はい、半分。でも半分俺にくれても剛毛だと思うよ。全髪バリオやねって多分言われてる。はい、あ、これやばいですよね、ちょっと。神様平等に作ればいいのにね。そうですね、うん、これはバスに乗るの辛いねって感じ。すごいっすね、すごいっすね。上手に応用してきますね。そう、チンゲやめハゲとるがな。はい、どうも。はい。TV さんのところのリスナーさん、みんな面白いですね。面白いです、ね、もうどんどん来るからね、どんどんよ。生まれ持った才能が違う、確かに。確かに。アーカイブ、P 音だらけになるからやめや。確かに。そうですね、いやいやいや、全然もう。あ、そうそう、戸塚ヨット、今ね、愛知県に行ったよね。え、マジっすか？そうよ。愛知県にもう移動したんだから。知らなかったです。でも俺さ、あの人の特番見たよね。あの人の特番って何？あの方の俺特番みたいなの見て、でもなんつうんかな、こう言ってることはなんか正しかったりするのよね。ああ、どこかですか。そうだってさ、子供がもう家庭内暴力で手に負えなかったりしたら、もうどうすることできんのね。そういうのを更生させようって頑張ってる人だから。ちょっとヘビーですね。歩けばいいんですよ。歩けばいいんですよ。ああ、そうそう、歩けばいいよね。歩けばいい。でさ、夜とか歩いててさ、はい、何夜とかずっと一人で黙々と歩くわけじゃん。あ、はい。何を目当てに歩くの？ただ単にもうずっと歩くの？光です。あ、光。あ、そう。あのよくツイッターとかフェイスブックにも書いてあるんですけども、うん、あの光を目指そうっつって、うん、であの点々とあるあのなんかもう本当にサイレンとかもう本当にそんな感じのゲームのなんか感じみたいな感じでもうあのポツンって光があるんでそこに目がけて歩くみたいな。その時何を考えて歩いてるの？え、死にたくない。それ大げさでしょ。いや、本当ですね。死なるやろ。歩道がないんですよ。ああ、はい、じゃあ怖いよね、ダンプカーとか来たら。めちゃくちゃ怖いです、はい、ダンプもやばいですね。ちょっとあの3キロ歩道がないトンネルとかもあの走って抜けたんですけど。あ、怖いよね、それね。あれ、笹子トンネルってところなんですけど、うん、はい、山梨県か。そうですね、うん、やばかったっす。で、こう、なんかこう、そういう歩いてて、はい、なんかこう、なんか楽しみって何？
と僕あのちょっと一人遊びがすごい多いので、うん、あのよくちょっと、うん、なんかデスボイスをしてみたりとか。デスボイスってどういうの？なんかうわーっていうやつですね。なんかそれをなんかもう一人で遊ぶのがおかしいんですよ。なんかもうそういうのでしか楽しみをこう得られないので、まあ、あの白線から落ちないようなゲームとか。あ、自分でね。はい。じゃあ白線から落ちたらテキーラいっぱいとかこう自分でアルコール飲めないですけど、はい、俺でも大丈夫かもしれない。自分で一人でこう旅してて、はい、白線の上とか、はい、そっから右左にずれたらテキーラいっぱいとかできるかもしれない。自分であれがきついね。あ、きついよね。あれあると白線から落ちちゃうんですよ。あ、それが楽しみで。あとおばちゃんとかが声かけてくれますね。この前ベトナムの方ですかって声かけられたんですけど、わかるわかる。ベトナムっぽいですか僕？いや、そんなことない。フィリピン系かなって思ってまあまあすごいんですよ。すごいよね。だって俺真っ白じゃん。俺美白じゃん。ちょっと俺美白じゃん。ほら、あ、すごいですね。手の毛はね濃いのよ。濃いっすね。手の毛はね、だけど手の毛と頭の毛かえっこしてるし。もう、あ、結構意外と自分でガツガツ行くんですね。何が？あ、僕なんかもう、いや、僕の勝手な印象ですよ。うんうん、なんかもうハゲってコメントがこう来てたじゃないですか。うんうんうん、あれ来た瞬間になんかもうなんか発狂するのかなと。全然。全然もうこの人も全然この人たちもだってもうね、はい、言いたくて仕方ないから。ああ、なるほど。うん、なるほどなるほど。日頃のストレスをさ、ここでさ発散させてるから、ね、結構俺いいと思ってる。はい、はい、でこっちもあるの。こっち最近あるんですよ。こっちは YouTube ライブ。あ、カウントアップの最近引き続きニコ生もやってますよみたいな。あ、すごい。 TV そう、 YouTube ライブ始まったの。そう、 YouTube ライブ先週からやりだしたの。へえ、すごい。で YouTube ライブもちゃんと来てね。はいはいはい。で YouTube ライブは結構キワいことはやっぱね書いてこない。たまに書くけど。あー、なるほど。ニコ生はガツガツくるよ。確かにそうですね。そう。あ、それはでも結構わかるかもしれない、ね。そう。だけどね、俺手の毛を毛根をね頭に移植させたいの。いや、それ僕に言われてもできるのかね。それはちょっと僕はもうホームレスなんでちょっとあんまりわからないですけど。頭女性ホルモン、腕男性ホルモン。あ、そうなんですね。はい。要するに男性ホルモン強いってことね、これね。あ、男性ホルモンが強いですか。強い強い。だから強くないと思うけど、大したことないと思うけど。僕じゃあ女性ホルモンが強いってことですかね。女性ホルモンが強い、どっちかって言ったら。ああ、うん、男好きでしょ。僕はいや、もう本当にゲロが吐くほどもう女の子好きですね。えげつないっすよ。あ、そうなんだ。はい、いやいやいや、もう、こういうとこがね、まあ、リスナーの皆さんに悪い影響を与えてしまうので。そうそうそう、悪い影響は、はい、でも、でも、はい、じゃあ何この今都道府県でずっと旅してるわけですね、はい、北海道からずっと来て、はい、今何県まで来たの？残り7県ですよ。残り7県、はい、だから40県はもう達成。あ、40県は行ったんだ。はい。40出す何だ？ 7？ いや、40出す40県のうちで、はい、で、何県？あー、それは間違いなくゼロですね。はい。で、あ、そうなの。はい。今日、何、北海道で40打数じゃ0安打ってこと？あ、そうですね。はい。あ、0安打だね。そうですね。道の駅で、ね、キャベツの前で。キャベツの前でね。はい、なんでキャベツの前だったの？わかんないです。キャベツだったんですね。じゃあね、はい、こう、なんかこう、40県来たわけじゃない？どの県が一番こう楽しいことがあったの？何県が一番楽しかった？いや、でも全体的にやっぱ面白かったですよ。うん、いや、つまんなかった県はほぼないですね。1日で抜けちゃった県とかもあるんですけど。なんで1日で抜けたの？何県が1日で抜けたの？和歌山。和歌山なんで1日で抜けたの？バーって入ってダーツ場がなかったんで。あるよ和歌山で。うん、一応一軒見っけてそこまでだー歩いてって行ってで次の日に抜けたって感じ。もうじゃあ和歌山もう最悪だったってこと？いや、そうでもないですよ。そうでもないよね。魚釣りました。あ、魚釣ったから2日いたのか。魚釣り行ったの？魚釣り行きました。一人で釣ったの？それでも誰か
あ、奈良県の、今旅、はい、サポートしてくれてるあのクローズっていうダーツマの箱さんっていう方と、あずささん、魚釣って、はい、魚釣ってその場で食って、何釣って何食べたの？なんかちっこい魚でした。僕はあんまり魚詳しくないんで、詳しくない、こんなちっこいの、はい、ヒョウが面白かったやろって書いてある。そうですね、ヒョウが楽しかったですね。ヒョウが楽しかったですね。私抱かれたよって書かれてんじゃん。あらまあ、嘘言ったらいかん。あらららららら。リスナーこうやって攻めてくるんですね。私抱かれたよって どこで抱いたのよ。ひどくないですかこれ。これはね、いや、何県の人でしょうね。多分ね、奈良県の人ですね。あ、奈良県ね。この奈良県で抱いちゃったわけね。奈良県の多分これ男性ですね。男性、あと僕のリスナーですねこれ多分。はい。マジで、え、吉原行ったじゃんって書かれてる。吉原は僕あの配信しましたね。で配信して怖いおっちゃんに追いかけられたんですぐ配信。あ、ダメだ。怖かったですねあれは。広島はどうだった？広島に現地妻って書いてますね。広島に現地妻？広島に現地妻って何の話だ？なんだろうな。広島は、あ、いや、広島は多分俺の現地妻が広島なんですよ。そこなんじゃないの多分。そっちですかね。多分僕の方じゃなかったですかね。あ、そうなの。そっかそっかそっか。堀之内、わっかないどうだった？わっかないは怖かったですね。何が怖かったの？いや、まあ最初置いてかれてスタートして旅を、うん、はい、あ、わっかないからね、はい、で、まあ一泊二日って聞いてたのがそのまま置いてかれてスタートしてるんで、はい、で、まあ芸人として美味しいと思ったんですけど、かなり美味しいなと思ったんですけど、二日目ぐらいかなからホームシックになってきて、もう帰りたいな、帰りたいな、帰りたい、あ、そうなんだ。で、それでもう和歌山へ、あ、違う、和歌内にて、あ、それからもう和歌山で飛行機で行ったんだ。そうですね、やっぱボロが出るよね。こうやって落とし入れてくるんですね。話の端々でボロが出るよね。いやいや、もう本当に乗ってないですよ、はい。金杖も行った。え、金杖、じゃあもうそしたらもう中洲も行くってことよね。中洲の近く、こう金杖ってどこだ、金杖ってどこだ、金杖ってあっちじゃないの、岐阜とかあっちの方じゃない、なかったっけ、ちょっと俺もよくわかんない。はあ、バスでナンパってあれじゃないですか、 SOD かなんかの企画もんじゃないですかそれ。え、あ、岐阜ね。ああ、岐阜はマモさんのところ行ったかな、ジャングルマモか。あ、あれマルリなんなんマル、これは難しいですね。これは言えない感じ？わかんないっす。あ、ほんと？これなんでしょうね。岡山、兵庫、鳥取で安倍ちゃんにお供えしました。お供しました。岡山、兵庫、鳥取、多分ですけど、鳥取のリスナーさんですね、これは。はい、すごいですよ。距離がおかしいんですよ。あー、距離がね。移動距離が、異常なんですよ。うん。実際 TV さんって例えばですよ、うん、なんか遠方に行きますってなった時に、うんうん、500キロ移動したら一泊しません？普通は500キロとかまで行ったら500キロで一泊っていうか、はい、なんで？で車？あ、車？もし車だとしたらですよ。車だったら俺は4キロで一泊だね。いや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 、早すぎるでしょそれは。それ行って帰ってきてじゃないですかそれ。500キロって言ったら、500キロ運転したらやっぱきついよね。ですよね、うん、きつい。平気で僕のリスナー、1000キロぐらい片道来る。え、ついてきてくれたの？すごい、そんな人気あるんだ。いや、ありがたいですよ。ほんと？ありがたいです、ありがたいです、うん、いや、でも本当に物好きだと思いますよ。そうだよね。すごいですね。あー、一泊もしてない。飛び出しんちゃ行ったんだ。飛び出しんちゃは配信しましたね。配信したんだね。はい、で、追っかけられたっす。怖かったっすね。怖かったっすね。怒られたんだね。怖かったっすね。イエーイジャスティス、どういう意味？これ僕の一個上の先輩ですね、多分。そうですね、サンシャイン池崎さんですね。サンシャイン池崎さんって有名な人？あ、そうですね、漫才師の人。いや、ジャスティス。あ、全然ね、はい、分かってる分かってる、はい、それ分かってるね。あ、福岡まで車でも行ったんだね。バスに乗らないかどうか、あ、バスに乗らないかどうか監視してる人がいるんだ。いや、それはいないです
ですよ。そんな人件費かけてらんないですよ、ね、こんなアホみたいな旅に。そうね。でイエス・ジャスティスは要するに開幕戦で浅田プロがやってる。あ、そう。え、パーンとずっと出てんの？ずっとでもないですよ。何戦ぐらい出てんの？旅始まって、あ、でも今シーズンはもうゼロです、まだ。あ、まだ出ないんだ。で、昨シーズンが2戦ぐらい出た。あ、もう時間、こんな時間になったね。じゃあね、阿部ちゃんにクイズ。あ、僕 TV さんのためにネタ書いてきたんですけど。あ、でもネタして。いいですか？ちょっと本当にこれは。いや、でネタ書いてきて、俺がそれを評価して、俺から金を踏んだくろうという。いやーもう本当に TV さんをもう尊敬してるんで、もう本当にちょっとこれはぜひね、TV さんのために。どんなネタで、そこで演技してくれんの？そっちでやりますよ。あ、はい。すごい。で、俺は何もリアクションしなくていい。あ、もう全然、もう見るだけで。聞いてるだけでいいの。あ、もう全然もう。皆さん、阿部ちゃんがネタやるそうですよ。いやもう、本当に。これ、ハイボールちょうだい。これはちょっともう、本当に、ちょっとごめんなさい。で、そのネタを俺が見て、はい。あ、どうなの？車に乗って飯食い行くとかありなの？車に乗って飯食いに行くは基本的になしですね。あ、ないんだ。はい。かわいそうやね。そこもじゃ遵守するんだ。一応そうですね。じゃあ歩いて飯食い行くのはありなの？歩いて飯食いに行くのは全然ありです。なんか こっから歩いていけるぐらいの飯屋ってある？なお腹減ってない？あ、今日何時に食ったっけな。今日はいや、お腹減ってない。お腹空いてます。お腹減っとうなら、なんかこっから近い飯屋あるんだ。飯食い行く歩いてね。俺はとりあえず車に乗せるけど。コルク全力で抵抗します。あ、そうなんや。偉いね。はい。あ、すいません、ちょっとこれ何ネタが書いてるのに、ちょっとすいません、もう本当にそんなにでっかいネタがあるの？いや、ちょっとどうしてもちょっと今日急だったんで、ざっと。あ、やってくれるんだ。すいません。あ、じゃあすいません。はい、ごめんなさい、本当に教えて本当の TV っていう感じ。あ、はい、よいしょ。あ、そういう芸風なんだ。はい、そうですね。あ、でこれパラ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 やって、はい、パラパラ漫画みたいにやる。はい、皆さん知ってると思うんですけども、本当にボクサーなんですね。はい、ボクサーです。はい、はい、こちらですね。ちょっと待って、まだちょっと早い、はい、ゆっくり。ちょっと待って、ゆっくりって、もう一回戻して。あ、了解っす。はい。ちょっとせっかちだね、阿部ちゃんね。もうやりたくてしょうがないんですよ。はい、じゃあ行ってください。はい、すいません。本当の、TVTV、 はい、これ皆さん知ってると思います。本当の TV ね。はい、はい、皆さん知っての通り、はい、元ボクサーでございますね。はい、こちらでございます。はい、はいはい、こんな体良くないけどね。はい、だからもっとムッキムキなんですよね。はい、現役時代こちらでございます。はい、そしてこの人もついでにムッキムキにしちゃいましょう。あ、すいません、こちらですね。はい、こちらでございます。はい、この人も、あー、綺麗。はいはい、そしてこちらですね、元祖顔マンガイ、通称顔マンでございます。はいはい、そして続いてこちらでございます。寝言で韻を踏む。はい、寝言で韻を踏みます。はい、続きましてこちら、ハゲって言われた回数分、放送終了後に、スタッフをボッコボコにする。はい、はい、続きましてこちら、すいません、フリップがね難しいんですよね。はい、これはもう完全好みですね。はい、ソードアートオンラインとか、そういう、ブームのものに乗っかる。はい、止めてばオンライン。はい。はい。はい、続きましてこちらでございます。はい、杉蔵は嫌いだがパタは好き。はい。杉蔵は嫌いだがパタは好き。はい、続きましてこちらでございます。はい、頭皮が痒いときはフェミニーな軟膏。はい。はい、続きましてこちら、最後ですね、放送がちょっと電波障害とかなんかそういうのがあったときは、キーボードクラッシャーになる。はい、以上でございます。どうもありがとうございました。あ、すいません、お疲れ様です。いや、頑張った。このさ、この紙メモ紙にして。あ、ありがとうございます。この紙メモ紙にして、ちゃんと。いや、すいません、すいません。あ、よかったよかった。ちょっとね、とりあえずこれはしたかったんで。皆さんだったらおひねり出すか出さないか、出す方は。あ、すいません、ありがとうございます。出す方はの、出さない方はへで。お願いします。
皆様だったらどうする？ヒグヒグのモノマネ。へへへ。いやいやいや、もう本当に頑張りました。ありがとうございます。コンドルチップ、あ、くれるのは嬉しいですね。いやー、この番組でここまでへが出たことないぞ。ありがとうございます。5000円くらい。最初だけちょっと面白かった。頑張ったので。就職。ダーツネタを極めてほしい。あ、そうですね。ダーツネタは、でもクジラさんもダーツ知らないんで。いや、ここまで俺へが出たのは史上初だね。ありがとうございます。でも、やっぱこう、どっちか芸術家の方を目指したら。いや、もう完全もうオナニーですね、もうこれはもう、はい、ということで、じゃあカウントアップクイズし、カウントアップクイズって何なんですか？今から阿部ちゃんがカウントアップするわけ、はい、その点数に一番近かった人が、はい、このね、西谷ジョージ知ってる？はい。あ、知ってる？はい、知ってます。なんで知ってんの？はい、あの、会いました。西谷ジョージの使ってるタイだってバレルあるの？はい、知ってます、知ってます。これのプロトがね、トリニダードって本当入ってないの、タイダには。はい。トリニダードってここ入って、70% シリーズは入ってないですよ、ね。入ってないの。はい。あ、詳しいね。あ、僕バレルめっちゃオタクなんですよ。バレオタ。はい。で、これをプレゼント。あ、これを。あなたの。めっちゃレアじゃないですか、これ。そうよ、レア。これないの、1個しか。はあ、トリニダードって入ってる西谷ジョージがこの間優勝したのね。はい。はい、知ってます。その山で見てました。タイダの。はい。バレル。はい、をプレゼントするんで、はい、阿部ちゃんカウントアップやってくれる？今から。カウントアップですか？はい、了解しました。で、ちょっとリングアップしていいかな。できたら1000点出してほしい。いや、1000点とか出ないっすよ。もうやるんすか？やって、お願い。ちょっと待ってください。バレルどこにあるかな。バレルないならいいよ。好きな、好きそうな、なんか、なんか取り、 ありました、ありました。よいしょ。ちょっとウォーミングアップしていいから。僕はちょっと話してるから。はい。でも阿部ちゃん、ご飯はごはお腹減ってるでしょ。飯は食いくのはいいよね。はい、じゃあ飯食いこうか。はい、何が食べたい？何が好き？なんか福岡ならでは、福岡ならではとか、なんか食いたいなと。で、どんな魚？魚ですか？あ、ちょっと待って、その前にあれ、今のこう芸で俺は阿部ちゃんにお金をやらないと。いやいや、あ、いや、もうでも本当に僕今のはオナニーで作ったネタなんですけど。いやいや、でもオナニーでもコピー代とかかかったでしょ。いやいやいや、そんなよ。いや、阿部ちゃん何が好きなの？福岡ならでは魚。いや、僕ラーメンめちゃくちゃ好きです、ね、ラーメン好き。あ、でもなんだろう、何でも好きなんですよね。ラーメン、この辺あるかな。歩いていかないとダメだ。車乗っちゃダメなんだね。はい。なんかある、この辺ラーメン屋。この辺なんか飯ある。え、三ノ島のバイパス越えたあたり。ちょっといいよ。大海がバンバンしていいよ。だからちょっと、じゃあ、いや、 やっぱ阿部ちゃん、あ、うまい。いや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 、でももう全然入ってないですよ。リズムがいいね。いやいや、もう適当です、適当です。やっぱ阿部ちゃんいいじゃん。あ、止めてば行こうか。止めて、ああ、嬉しいです、めっちゃ行きたい、ね、止めてば行こう、はい、止めてば、すぐ博多行き、東の。あ、うめえ。いやいやいや、でもなんかもう入らないですね。ちょっと俺としてやろうや、この後。めっちゃ緊張しますね。やろうやろう、うまいじゃん、全然。いや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 、もうゼロワンがクリケで一本勝負しよう。あ、了解しました。じゃあまずカウントアップして。はい。阿部ちゃん、うめえ。もう結構ダーツマジでやってるんだね。いやもう結構好きっすね。はい。じゃあクイズに答えてプレゼントゲット。きっとタイダが当たるのは誰だ。あ、じゃあ阿部ちゃんカウント、あ、ちょ、マシン操作して。あ、すいません。あ、TV モノマネ見せてもらう。あ、モノマネ、モノマネできるの？あ、ヒグさんとかよくやりますね。あ、でも、じゃあ、とりあえず、じゃあ締め切りいきます。いやいや、じゃあいろんなモノマネアレンジして、できるモノマネあれで。はあ。点数出なくていいですか、先生。それは点数出してよ。
ちょっとどうしましょうか。じゃあまず、よくやるのがやっぱヒグさん。何人ぐらいできるの？ヒグさん。あ、じゃあ締め切りモノマネやります。8人いる？ノリでやるからないぞ。じゃあ8人。はい、じゃあまず、はい、じゃあカウントアップ、モノマネカウントアップ、阿部ちゃんがモノマネカウントアップでやります。はい、じゃあヒグさん。ヒグさんか。はい、おー、嫌な感じ。うまい、うまい。似てる似てる。はい、続いて。最高に緊張した場面の木山さん。あ、木山？はい、あ、木山いいよあー、そんなか、わかるわかる。うまい。ありがとうございます。そんな感じね。はい、続いて。はい、横浜界隈では有名だった、与翔さん、3投目置いたとき。与翔さんね、3投目置いたとき、知らないあっ、与翔くんね。あっ、あの中国のね、昔結構うまかった。はい、そうです。うん、ジャスティンパイプ。ジャスティンパイプ、それ海外の人？はい。ジャスティン・パイプって誰？あんまりいいやん。コスモダーツ、ね。あ、すいません。で、はい、次は？どうしましょうかね。決勝戦のヤンマーさんが緊張しすぎて顎が外れちゃった。あー、わかる。うまい、うまい。はい、そして、で点数ちゃんとしてよ、ちゃんと。はい、愛園さん、愛園秀樹。早く投げや。これだっちゃあかんですね。はい、いやいやいいよいいよ、だって愛園秀樹ね。はい、まあじゃあ普通に。もうちょっと肘動くね、もっと肘回るね。そう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 、うまいうまいで、100% のゆかりさん。あ、ゆかりさんね。はい、浅野ゆかりさん。はい、それいいの？そんな出していいのこれそして、ちょっと待ってくださいね。ラスト、あ、五十嵐さんの笑い方。五十嵐さん、アスカダーツの五十嵐さん。あ、五十嵐さんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。投げ方って誰かいるかな。誰持ってこいや。投げ方で最後誰やってたかな。僕結構いろんな人やってたんで、誰行きましょうか。なんかあります？芸人だからできるでしょ。いや、なんかこう無茶ぶりリクエストみたいな。リクエスト、リクエスト、じゃあ面白そうなの言ってよ。今まで結構いい線。もう一回聞いてあ、じゃあ終わりました。じゃあ最後、最後木山。じゃあ、木山さん投げ終わった後、最後鮭を取ります。鮭、はい、あ、鮭ね、オッケー。はい、鮭ね、熊がね、ヒグマが鮭取るのねありがとうございました。
これさ、これを多分リスナー怒るよこれ。はい、ということで。これいいんですか？いいよ、全然。もうそれで。もう一回。345。360や。360点。やりよ。もうこれはね、クイズで成立するね。もうね、こういうのがね、もうね。そうね。ちゃんとめっちゃ怒ってる。怒るのよ。でもよかったね。でもね、でもよかったね。こう旅の模様がさ、はい、こうあの重いさ、あの重いさ、リュック、はい、紹介できてよかったね。これ初めてでしょ、紹介したの。いや、そうですね。あれすごいよ。あのリュックで多分ね、うん、あなた方2キロ歩けないから。1キロが限界。うん。うん、結構重いと思います。はい、そうだ。あ、じゃあ結構ダーツ界詳しいんだね、選手。仲いいんだね、選手。あー、でもどうでしょうね。もともとがバレルが大好きで。あ、バレラーだ。もともとがあれですね。はい、ボトルセンとか、デバステーターとかからなんか結構、あ、美しいと思って。あー、そういうの好きなんや。あ、結構こだわってる感じするもんね。いや、もう大好き。どっちかって芸術の道行ったらいいんじゃない。そうですね。結構です。正解者、正解者は437だから一番点数低い。すごい、おめでとうございます。いや、おめでとうってね。最悪でしょこれ。四つ葉さん、おめでとうございます。プロと、あ、それさっきの正解ね、これ。そうなんや。あ、すげえ詳しい。阿部ちゃんロペス使ってた。僕ロペス使ってたんですよ。なんでやめたの。いや、今何これ。アスカの和国ですね。あ、和国ですね。和国って何、はい、誰の。アスカダーツ。いやいや、和国っていうのは誰モデル。あ、モデルは違うんですね。あ、違う、和国ね、はい、もうなんか この類のトルピードが好きで、はい、だからデュランタイプ2とかも好きです。ああ、そういう、ああいう形が好きなのね。ああいう、そうですね、トルピードはめちゃくちゃ好きです。そうなんや。はい、めっちゃ怒ってる。マジさ。いや、でもね、これね、真剣になるのよ。いや、気持ちいいですね。いや、でもね、気持ちいいですね。気持ちいいよ、ね、これはもう気持ちいい。でもさ、やっぱほら、世界に1個しかないじゃん。あのバレル、プロトだからさ。めっちゃ気持ちいいですね。いや、いいですね。笑ってんじゃねえ、クソが。クソ。おー、気持ちいい。クソすぎ、プンプン。いいっすね。笑ったんじゃねえ。あー、クソや。あ、めっちゃ怒ってる。そうきたか。TV さんでやるときは真面目にお願いします。出直せ。もう一問やれ。面白いな。バーベキューと福岡大会で声かけていいですか？はい。できる限り、はい。お願いします。千葉の思い出があったらぜひって。バーチーですか。バーチーね。あの最終戦ですね、去年、一昨年か。一昨年の最終戦。いや、千葉、なんか旅行じゃないよ、旅行じゃないね。リアルダーサだけね。はい。なんかなかったの。歩いて最終戦出たんですよ、僕。その時ですよ、僕初めてお話しした。あ、俺と。あ、そしてもう、新年めちゃくちゃになって。はい、渡辺事件ですよ。渡辺、なんで俺渡辺くんって言ったの。知らんすよ、そんな。なんで俺そんなこと言うの、俺。思いつきで言ったの。そうなんや。で、あれですね、幕張メッセの前でテント張ってたんですよ。うん。で、そしたら怒られたんですよね。ここでテント張るなと。はい、僕泊まる場所なかったんで、ちょっとどうしようと思って。そうなんや、ね。はい。やっぱ朝起きたらテント張ってる。そっちの意味ですか。まあね、うん、朝起きたらテント張りまくり。まあそうですね。あ、そうなのね。まあ、ごく稀ですよ。ごく稀、はい、でも死にかけるとすごいですよ。死にかけるとテント張るんですよ。なんで死にかけるの。何を死にかけるの。いや、だから引かれそうになったりとかするとテント張るんですよ。子孫を残さなくてはって。意味わかんない。いやいや、じゃあ本当っす、マジです、マジです、これマジです、マジです、マジです。あ、そうなの。死にかけるとですよ。あ、そうなのね。はい。で、何、テントも張るし、テントも張ってるわけ。あ、そうそうそうです。で、気持ちいいな、これ。早く帰れや。帰れ。あ、嬉しいな、これ。いいな。止めてもらえ。
阿部ダンスしたくなくてわざと外したのかい。ダンスってなんですか。ダンスね、あのハゲダンスってあるのよ。俺ハット出したらダンス。なんすかそれ。いや、やる？ゼロワン。俺と勝負する？はい、ぜひ。よっしゃ。はい。じゃあゼロワンしよう。ゼロワン。ゼロワンすか。うん、テント張りたい。あ、テント張りたくないけど、テントじゃなくてごめん。全く関係なかった。テントじゃなくて TV ダンスがしたいからゼロワンする。はい。でもさ、180あるよね。はい、あります。あるある。ごめんごめん。ちょっと俺ダーツうまい、下手いと思ってるでしょ。初めてです、TV さん投げるのみの。あ、そう、はい、あ、そっか、僕360点だったのか。360点。よし、そしたらは TV ダンスを見せてあげたいから701でいこう。はい、オープンアウト。お、マスターで。マスターで当たり前じゃん。レーティングは俺今16ぐらい。あ、マジか。じゃあいい勝負だと思います。いい勝負ですよね、はい。最初はグー、じゃんけんし、はい、くーし。しってなんすか。ええ、じゃんけんしってなんすか。じゃんけんしって言うのよ。じゃんけんしよね。じゃんけんしってなんすか。こっちの方言。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでし。ぽい。じゃあこう。はい。ああ、上乗った。めちゃうめえな、あげ。いやいやいや。綺麗な上げ方は。あー、シーか。じゃんけんシーって言うよ。あ、今日サス行くんでしょ。サス行くときに、はい、コークするときにじゃんけんシーって言わないとダメだ。じゃんけんシー、あいこじゃんけんシー、じゃんけんシー、じゃんけんシー、はい、お願いします。お願いします。じゃんけんシー、じゃんけんシー、初めてだそれ。あーあー、結構綺麗に投げるね。おお、本当にいい勝負ですね。なんかさ、この余裕が嫌だ。いやいやいや、違う、チャンス、チャンス、いっぱいいっぱいなんすって、もう本当に。よいしょ。ああ。よいしょ。やるダーツか。これ、いや、負けるな。怖い。これ重いよね、これ。ああ。あれ、なんでハット出すために俺はやったのに701を。いやー、本当に強い。やばいぞこれ、やばいぞ、本当に負けるぞ。よいしょ。おお、怖い。めっちゃ怖いっすわ。怖いっすわ。これも来ない。
違う。いやー、ナイスですこれ、まずいなこれよし、あ、やべ、よいしょ、よっしゃー、ここだ。やばい、あー、転売出されたよし、あーあちゃー、よっしゃきたー、怖い、これ怖いわ。よし、キャー、くっそー、負けた。でもマスタートだよね。え、マスタート？うわー、負けたそれですか、参りましたイエーイ、うそー負けたー。いやいやいや、もう一回やる、リベンジする、もういいねくそ、今のがあのあれですか。違う違う、いや違うんですか。違う違う、 TV ダンス知らないの、見たい、見たいです。じゃあじゃあ俺カウントアップ一回する。はい、ちょっとお願いします。 TV ダンス見せてあげるよ。はい、じゃあカウントアップ道場する。僕やったことないんですよ。ていや、しないよ、しないでしょ。あれ、何だよ、80ラウンド、80ラウンドやんないでしょTV ダンス見せるよ、お願いします。え、TV ダンス、その正面から見ないとなんか恥ずかしい、ね、正面ですか。いや、大丈夫大丈夫、 TV ダンスもう俺見せるから、絶対この、せっかくの阿部ちゃんに、お願いだ、お願い、ブル行ってね。TV ダンス。すごかったです。何このなんか滑った感あるな、ちょっとね。いや、一発だったのはすごかったですね。滑った感あったね、これね。いや、今のはすごかったですね。TV 滑っちゃいました。で、これからじゃあ5日まで福岡行くの、はい、じゃあ5日までど、あ、でも5日福岡ダーツバー多いから、はい、なんかいろんなとこ多分招待されて、はい、そこでいろいろ遊べると思うよ。あ、だって5日まででしょ、はい、10日間いるの。あ、10日間じゃねえか、え、結構いるでしょ。まあでもその間にちょっと熊本の方をちょっと手配したいな。あ、分かった分かった、こう、あ、福岡から、あ、佐賀行って長崎行って熊本行って福岡に戻る感じ。そうそう、博多、佐賀、長崎、佐賀、熊本、そうそう、え、博多で次が佐賀、佐賀、あ、長崎、佐賀、熊本で宮崎は、鹿児島、宮崎、鹿児島、え、どういうこと。いや、あの子、いや、でも熊本、うん、宮崎って危ないんじゃないですか、なんか山っていうかね。あ、熊本宮、全然大丈夫、
全然大丈夫。歩けます？もう全然歩ける、歩けるよ、ただきついだけ。いや、それが嫌なんですよね。それが嫌なんですよね。でちょっと待って、じゃあ日程は、とりあえず九州を回るんじゃなくて福岡でしょ、で佐賀行って長崎行って、でそこからもう一回福岡に戻るわけ。いや戻らないですね。え、あ、なんでまあ5日まではもうここにいとこうかなと思って。あ、じゃあ5日までここでずっとマシンのメンテナンスしてればいいじゃん。お仕事っすか。脱マシンのメンテナンスしてればいい。いや、それが嫌なら止めてまで皿洗い。いやー、あ、じゃあ結局5日まで、じゃあと、え、結構いるよ今日。10日ぐらいいるってこと？そうですね。まあだからその間にその熊本の市役所に一回連絡してみようかなとか。なんで？あのそのダーツ教室を、その石巻でやった時が。いや、ダーツ教室、うち老人ホーム紹介してやればいいじゃん。いっぱいあるよ。老人か。ダーツフォーム綺麗だしね。ダーツ教室持ってこいだね。俺には負けたけどね。参りました。なんかでもなんかいろいろやりたいんですよね。だからちょっとこう自分でちょっと探していろいろ見てみようかなみたいな。あ、そうなんだ。で結局何、じゃあ今後の日程は、今日が福岡泊まる。明日からも佐賀に行くの。はい、行かないよね。無理っすね。なんかね、やっぱね、阿部ちゃん怪しい。この10日間の日程が分かんない。知りたい。もう連絡して、あとはもうスケジュールですよね。あ、スケジュールでいろいろ入れ込むってことね。あの、いや、僕自身がそのあっち行ったりこっち行ったりってのもあるんですけども、うん、まあでもそれよりも、ま、もう来なくていいよって。いや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 、あれ、前島君のところで出ないの、トーナメントとか。いや、だってめちゃくちゃ多いですよね。あ、遠いよね。歩けないなと思って。歩けないな。無理だね。はい、1日じゃちょっと無理かなと思って。ということで、恒例のちょっとこういうね、あ、もう時間だね。あ、じゃあ、ちょっと飯食いこっか。ね、じゃあちょっと恒例のちょっと恒例って何ですか。恒例のね、これポスターを宣伝するの、俺が。はい。こう、あ、4月30日レフトさん、佐賀で。はい、あ、佐賀レフトさんのトーナメント行ったらこれ。歩くって何キロですか。佐賀までだと近いよ。え、何キロ。だいたい140キロぐらい。140キロ、1、2、3、4、5。そうそう。だけど14キロで歩けば10時間で着くという話でしょ。いや無理なんですよね、その14キロ時速で14キロ出すってのは人間では無理ですけど。無理。まあでも5日かかります。5日かかります。で立花5月3日ですよね。トリニダーカップこれ出るのね、阿部ちゃんね。パーフェクトの方ですね。パーフェクトの方出るね、はい、ここ MDC カップね。ここをさ、ハグったらほら、田中美穂さん。お、田中さん。あ、はい、お、ちょっとお菊人形バージョンだけど。お菊人形。お菊人形バージョンなんですね。人形バージョン。ちょっと映り方がね。これ、ここは大分。はい、まあ、カウントアップ道場。明日ね、ここでカウントアップ道場。あ、そうそう、それ聞いたんですよ。カウントアップ道場のトーナメントやるのよ。いや、すごいっすね。すごい、今すごい盛り上がってますよね。盛り上がってるから、たまたま盛り上がってたのに便乗したつもりが、これがやっちゃおうってことになって。誰優勝すると思う？ヤンマー、誰だっけ参加者。ヤンマー、西鉄平、相良俊介、藍園秀樹。おお、多分、いや、鉄平さんかな。まあ、ブル強そうだもんね。いや、あのヤンマーさんって言いたいんすけど、台割りがね、台割りが藍園秀樹一台やるの。あと4人。なるほど。どんぐらいかかるんですかね。いや、どんぐらいかかるか分かんないけど、とりあえず、はあ、まあまあそこまでないかなと思って。やっぱりこう藍園秀樹のところは2台、2人回し。あ、なるほど。で、あと3人、ちょうどいいぐらいじゃない、それ。あ、それでも遅いかな。やっぱ1人が良かった。いや、でも、ま、もうそれしかないですよね。あ、藍園秀樹1人、はい、で、あと4人。はい、あ、そっちの方がいいかな、多分。ギリ。あ、ギリ、うん、マジそれ。あ、やっぱそっかな。じゃあ明日ちょっといろいろ。あ、でも藍園はカウントアップなら早い。藍園さんカウントアップ早いか。そしたら、あ、でも3人ぐらいですか。3人やな、やっぱ3人ですね。3人、明日、はい、明日ない。え、ちょっとでもすごいですね、面白そうですね。面白そうやろ。すごい面白いと思います。面白そう、面白そう。誰、
いやでもカウントアップ俺一回あったの道場、はい、後から会ってくる入り出すバンバン。本当ですか。いやもうやっぱ慣れてくるよ。僕多分投げれないだろうなと思って、もう体の痛みで。体痛い体。いや後半になってくると多分動けなくなるから。ごめんね、大変よね本当。ということでね、今日はね、なんか阿部ちゃんがもう本当に頑張ってくれてるって。いや本当頑張ってんだね。いやもう本当に皆さんのおかげでございます。僕はもう本当にもう皆さんのおかげでもう僕は歩けるんで。歩けるの。はい。そうね、なんかちょっとどっちかっていうと芸人っていうより芸術家の感じのね。今日はもう滑ったね。俺あそこまで見事に滑った人見たことない。いやー気持ちよかったっす。はい。今日はもう最高でした。大体滑り芸が得意なの。滑り芸っていうものは僕はその認知してないですけどね。あ面白かったと思ったんだ ね。これはそうですね、なかなか面白いだろうと思ってやってましたね。めっちゃ面白かった。ガサッて傷口がえぐれますね。でも面白かった。ありがとうございます。いやでも木山の良かったよ。あれ鮭を取ってるのね。鮭取ってる。鮭取る。いや鮭を取るイメージがこうなの。いやでも俺もそうなのよ。やっぱあ木山しゃくってましたよね。木山もやっぱ福岡でダーツ覚えただけあって。あそうなんですか。そう木山福岡だ。えマスク知らなかった。そうティトで、ティトが最初だから。へえ。そう木山福岡。しゃくやっぱこうなの。しゃくり癖が。やっぱ俺にちょっと憧れてたと思うよ。いやしゃくりません。そうそう絶対こうだもんね俺も。まあ日本三大しゃくりあと誰なんすか。浅野慎さんね。あー慎さん、そっかボスが慎さんね。あとまああといるよね。でもさあの人もこれだよね。ちょっとほらあの世界的なさ、誰だど忘れした。しゃくる人っすか。うん世界で。あのピーターライト。あーピーあピーターライトじゃん。ごめんピーターライト綺麗ですよ。ピーターライトじゃん、ごめん間違えた。ピーターライトじゃなくてさ、あのほらもう一人いるじゃん。ターゲットのプレイヤーで。あチズネル。チズネルちょっと。あチズって来てますね。チズちょっとこうだね。チズそうっすね。ちょっと入る、ね。でもフロントグリッパーなんでやっぱすごいですよね。引っ張って投げる感じ、ね。ああそうすごいですよね。あのダーツ好きね。ダーツなんで一番最初はじゃあ戸塚で投げてたの。そうですね、戸塚で投げてて、アローズっていう店なんですけど、でそこから、まあ、東京で暮らして、中野で暮らしてて、ね、あの姫田潰したダーツ。あーそこいらの系統なんだね。はい、あじゃあ頑張ってね。ダーツも頑張って。じゃあもうあとじゃあ7軒だ。はい、もうあと2、3ヶ月で終わるかな。で沖縄からは飛行機で帰るの。あもちろん。いやもう僕家帰りたいっすね。家あ1分前。あすいません。ということで、今日はね、長々とですね、阿部ちゃん来てくれて。いや、ごめんなさい。でも、ちゃんと水泳部に合わせてくれたね、飛行機にちゃんと取れて。だから歩いてるんですわね。歩いてるんですよ。水曜日で愛媛からのね、福岡空港行きの飛行機。すげえ口臭い。すみません、もう口。はい。そのさ、もうわざとらしい、ハーハーで来たで、もうさ、口めっちゃ臭い。めっちゃ、いや、もうだって急遽ですからね。すみません、6キロなんで、ちょっともっと時間かかるかも。あ、じゃあこうしようよ。俺さ歩くの嫌だから車で行ってここ戻そう。それだったらいいよ。歩きません。いやご飯車で飯食って戻ってくれば。一回ちょっと歩いてみません。いやだ、体で試しです。いやだ、遠いもん。物は試しです。車で行って戻せばいいでしょ。歩きましょうよ。え、それダメなの。歩きません。いやいや車で行って戻すから。いやできれば。それダメなの。歩きましょうよ。なんか結構ね面白くない感じ。わかりました。じゃあ旅のルールですね。収入はあもう終わりね。終わりということで。あ、ごめんなさい。はい、じゃあどうも、もう終わり。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。